next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします今週のコースはこんな感じです。なんていうんやろこういうコースのこと、ちょっと忘れたけど、まあこんな感じで、フェアウェイもねすごいねアジュレーションがあって、グリーンもフェアウェイみたいな感じで3段グリーンです全部って感じです。 I take a video。 Hello。 Oh, good shot! Oh my god! Yeah, look at that. How do you see it? はい、今日の晩ご飯です。今日は2日目終わったとこなんですけど、全然動画撮ってなくてごめんなさい。1日目は朝スタートで、今日は2日目は午後スタートで5時ぐらいに終わって、今6時ぐらいなんですけど、明日もプレイできるんで予選通過したんで、パッてご飯食べてお風呂入って寝たいと思います。では失礼します。はい、今日は試合が終わって月曜日なんですけど、昨日10時間ぐらいフロリダに向けて移動しようと思ったけど、ちょっとしんどすぎて無理やったんで、途中でホテル泊まって、今日はこれ朝ごはんを出しました、ママのカードでで今日は今からさっきトレーニングしてきたんやけど、ジムに行ってきたんですけど、今から7時間か8時間ぐらい運転してデイトナビーデイトナに行きます。ではいただきます。はい、皆さんお疲れ様です。今日はアラバマから運転して、フロリダのデイトナビーチに着いてんけど、何時間ぐらいですかな、8時間ぐらいかな、運転してやっと夜着きました。夜の9時ぐらいで、行く途中で道が結構閉鎖されとってすごい時間かかって、今はこんな感じでホストハウスに泊めさせてもらって、さっきホストファミリーと一緒にご飯食べて初めて会ってんけど、ホストマザーがタコスを作ってくれて食べました。で、明日は1日しか今週ちょっとコースが台風の影響で悪いから連覧できひんくて、明日は8時のトップスタートで連覧してきます。18ホール、すごいねタフになると思う、タフな一日になると思うけど頑張ります。ではで多分まだ全然マジで試合の報告とか全然動画撮ってなくて、忙しくてしてないと思うけど、またちょっと今日夜遅いんで、改めてその数試合について話したいと思います。では失礼します。
はい、皆さんお疲れ様です。明日から、エプソンツアーの最終戦が、始まります。で、寝ながら喋っててめっちゃ申し訳ないねんけど、すごい疲れてるんで。で、最近全然動画撮れてなくて、4試合何やったっけ、違う、4試合残っとって、あのロサンゼルスの合宿終わってから、ロサンゼルスからオーランドに行って、そっから1試合目がアラバマやったんで、10時間ぐらいかかったんかな。朝の6時の飛行機に乗って、夜の5時に、オーランドに着いてから、今到着したんですけど、荷物が50分ぐらい出てこなくて、私はさっき、レンタカーの、予約っていうかあれをしましたんですけど、それでもまだ出てきてなくて、10分ぐらい荷物を待ってるんです。今5時半ぐらいなんですけど、5時にやっとレンタカーとか荷物とか全部出てきて、レンタカーもやって出発して、今から4つのトーナメントは車で移動するんで、ちょっとプッシュカートがあった方が楽かなと思ってプッシュカートを買いに来ました。で、なんかセカンド Q スクールでも使いたいんですけど、一旦飛行機に乗るんで捨てて帰ろうと思ったんですけど、友達が持っといてあげるよって言ってくれたんで買いに来ました。10時間運転しやなあかんくて無理やなってなって、一泊アトランタで泊まって、それでもう7時間ぐらい運転して、はい、今は1時半やねんけど、やっとホテルに着いて、こんな感じで明日はその7時に起きやなあかんねんけど、時差が3時間あるんで寝れなくて、ちょっとパターをしてから眠たくなったら寝ようと思います。今夜中の2時なんですけど、今日は飛行機が最初のやつが遅れて、トランジットがもともと1時間しかなくて、で遅れたせいでギリギリ乗れたって感じで、ご飯を一切食べれなくて、昨日何も食べてなくて、昨日っていうか今日っていうか分かんないですけど、で日付がもう変わっちゃって2時なんですけど、このパスタをとこれなんかホテルが無料でくれたやつを飲んでパッて寝ようと思います。ちょっともう何時間ぶり ?24 時間以上ご飯食べてないんで、餓死すると思いました。では、いただきます。で、そっから、次の日の朝、3時間半か4時間ぐらい運転して、アラバマに行って、連ランを18ホールして、で、やってて、その時は、エアビーを友達とシェアしとったんけど、その人は、結構先輩で、30歳ぐらいの人で、タイの女の子なんですけど、で、なんか結構いろいろ、なんやろ、ゴルフのメンタル的な部分を教えてもらって、なんかすごい、シードのあれがかかってたんで、絶対予選通らなあかんとか思いすぎて、すごいトレーニングとか練習とか、自分の体力以上にやっちゃって、すごい試合のパフォーマンスが良くなかった、良くなくなるような、行動を試合前に取っとったから、それを結構言われて、なんかそんなになんかこう追い込んでやってもいいように働かないよみたいな感じで言われて、で結構いろいろ考えさせられて、まあその試合は予選落ちやってんけど、ギリギリで次の試合は4時間か5時間6時間ぐらい運転してアーカンソーってところに行って、そっからそこはホストファミリーの家に泊まらせてもらって、そのホストファミリーがめっちゃいい人で、なんかタンブラー作ってくれたりとか、なんか写真載っけときますこの辺とか、コンサートに連れてってくれたりとか、結構いろいろしてくれて、なんかすごいもういい人たちで、すごい癒されました。で予選通過して、前半の1日目の前半5オーバーぐらい打って、なんかねもうやばと思ってんけど、結構切り替えてできて予選通過できたのに、次の日結構なんかそれもトラブって、2番ホールでなんか池に入ったんですよね、グリーンの横の。しかもグリーンに乗ったけど転がって池に入って、そっからなんかその入った地点のところから2クラブレングスでドロップしようとして、でドロップして止まらんくて結局プレイスしたんですよね。それで
ピンを見に行こうとしてる間にそのボールがすっごい傾斜でもうほんまにコース難しくて PGA やるみたいな感じでもうすごい刈り込んでるからボールが勝手に動いて池に入っちゃってでペナルティーになってって感じですごいトラブってトリプルやったんかな打ってって感じですごい最悪でした。なんかすごい最悪な日やった。でベベでせっかく予選通ったのになんか賞金ランキング77位ぐらいから81位まで下がってえやばってなって選手絶対予選通らなあかんやんっていうことになってで結構追い込まれとってんけど結構自分のなんかいろんな選手とかキャディーさんとかに相談っていうかなんかもうすごいなんか不安に思ってるみたいなことを言ったらいろいろ相談してそれで結構みんな励ましてくれて選手は結構いいプレーができて18位でした。で今週最終戦なんで今賞金ランキングが74位まで上がったんで、まあ、今週まあ今年の目標やったトップ10はまだ達成してないからトップ10に入れるように頑張りますって感じです。で今はホストファミリーの家にまた違うホストファミリーの家に泊まらせてもらっとってって感じで充実した日々を送ってました。すごいねなんか追い込まれとったから動画撮る暇とか全くなかったです言い訳をって感じです。まあ明日から頑張ります。ではおやすみなさい。はい、皆さんお疲れ様です。めっちゃ久しぶりの動画なんですけど昨日エプソンツアーの試合が21試合全部終了して最後の試合は2アンダーでカットラインが4アンダーで予選落ちちゃってトップ80に入れるかすごい心配だったんですけど昨日マネーランキングを見たら無事に76位、超ギリギリで来年のエプソンツアーのステータスを、ゲットすることができました。で一つ問題が起きてほんま来週セカンド QT がスタートするはずだったんですけどフロリダに来た台風の影響でゴルフ場がすごい被害を受けちゃってで日程がずれたんですよね。そしたらその日程が日本の QT の前の週で出れるっちゃ出れるんですけどセカンド QT に出たら日本の QT に間に合わないレジストに間に合わないってことで私は絶対にどっちかアメリカの QT 受けるか日本の QT 受けるかどっちか絶対選ばなあかんっていう選択を先週いきなり練習ラウンドの時に知らされてで結構すごいまだエプソンのシードも持ってないし、これでエプソンのシード逃したら、来年はアメリカで戦えないってことなんで、やっぱ、日本の QT を優先して受けるっていうのが、なんていうの？別に、ルールじゃないんやけど。まあ、私は、去年、セカンド QT 受けて、あかん、ほんまにギリギリあかんくて、予選カットされたから、去年はほんまにずっと日本で今までやってきて全然アメリカのゴルフ場のことも知らんし芝も全然慣れてなかったしいきなり普通に前の週とかに入って連絡して出ただけやからやっぱ時差もあったしなんかそれを言い訳にするつもりはないけど今年は1年間まあ半年こっちでやってきてだいぶこっちの環境にも体もゴルフもアジャストしてきてたからなんていうんやろ。その、どっちでやるかとか関係なしに、私はなんか普通になんかその、去年やってあかんかったことを自分がどれだけ、なんか成長できたかっていうか、再チャレンジしたかったんですよね。その、別にアメリカでやっても日本でやっても、その私にとってはどっちもプラスやから、試合に出れることはすごい大事なことなんで、でもやっぱ去年あかんかった、ことを今年自分がやってきたことがどれだけなんか活かせるかみたいなすごいなんかプロとしてすごい楽しみにしてたんでそれを試されへんってことがすごい残念ですごいショックでなんでって感じです。ちょっと日頃の行いが悪すぎるかも
って感じで、私は日本にこれから帰らないとダメなんですけど、試合が終わって飛行機をもう半年前ぐらいに取っとって、もうチェンジできなくて、チェンジするんやったらキャンセルしてからまた払ってってやらないとダメなんで、30万ぐらいかかるってなって無理なんで、2週間友達のこのちょっと散らかった家に泊めさせてもらって泊めてもらってんのに文句言うっていう。で2週間こっちにおってから日本に帰って、ステップを3試合出場してから日本の QT ファーストとなんだっけファイナル受けようと思います。もし日本のステップで奇跡みたいな感じで優勝できたらアメリカの QT に行けるんで、ベストを尽くしていきたいと思います。で今回半年っていうかシーズンアメリカで過ごして、私の人生初めての経験やったんですけど、来た時はもっとなんか苦労するかなって思っとったんですけど、意外と自分のゴルフには全然納得してないけど、もっとできたと思うし、来年はもっとできると思うし、もっとやらなあかんこといっぱいあるなっていうのに気づかされたんですけど、一番心配してたのは言葉と生活環境がガラッと変わるんで、やっぱ先輩の日本人の人とか、全然ゴルフに限らず留学してる人とかの話聞いたら、やっぱ結構ホームシックとか食事とか文化の違いが結構大きい壁、一番大きい壁、言葉が一番大きい壁みたいな感じでっていうのを結構先輩の人が言っとったから、私もすごい、自分もこっちに来た時は全然英語全く喋られへんくて、勉強も全くしてなかったんで喋られへんくて、ほんまになんか周りの人が言ってること全く理解できなくて、でも半年おったらなんか最初に友達が0人やったんでやばと思って、最初に自分から結構積極的に喋りかけるようにしとったらすぐ友達できて、結構車とかエアビーとかいっぱいシェアできて、今年はすごい金銭面的にも助かったし、私が英語を話す上でやっぱ友達とのコミュニケーションは英語なんで、必然的にすごい英語を使うようになって、使って聞くようになったんで、すごい英語の伸びは思ったより早かったです。でもまだ全然完璧に分かるわけじゃないし、ほんまに今でもっていうか、まだ半年やからあれやけど、多くは望んでないけど、今でも人がネイティブの人が話してることの 100% 分かる時もあるし、なんか、まあ、全部トータルで入れたら、もちろんそんな難しい言葉とか全然分からんけど、日常生活でトータルでやったら10分の5ぐらいかな、全部トータルで。たまに何言ってんのとかあるし、まず単語を知らん時もあるし、スラングやったりとかそういうのもあるけど、比較的にどういう会話をしてるかっていうのはつかめるようになってきたから、その向こうが言ってることと私が思ってることが全く全然違うことっていうのはなくなりました。でもまだ全然、もちろんなんか頑張って勉強してるし毎日英語喋ってるけど、なんか全然喋れないですギリギリホストマザーとかとコミュニケーション取れる感じなんで、まあ来年はもっと、今年の冬オフでいっぱい英語勉強して、もしアメリカにチャレンジするんやったらもっとたくさん喋れるように頑張りますって、練習も頑張りますって感じで、今は夜なんですけど、この辺でこの動画を終わりにしたいと思います。それではさよなら。